タースクール DVD をご覧の皆さん、こんにちは。スクリューギターの和樹です。今回、みんなのために、用意したフレーズっていうものがですね、タッピングが出てくるライトハンド奏法と言われるものなんですけども、使ってる弦は1弦と3弦ののみの、フレーズになってます。結構なんていうんですかね、こう難しそうに聞こえるかもしれないけれども、実は簡単で、これをマスターしていただければ、ちょっとこう女の子にもモテちゃうんじゃないかなっていうような、そんな、あいつギター上手いんじゃないかなっていうようなフレーズなのでね、ぜひ、みんな、ぜひコピーしていただいて、ガンガン自分のね力に、なるように練習していただけたらいいかなと思っております。そしてですね、僕がみんなに、教えることはですね、実はあまり少なくてですね、それなぜかというと、やっぱ自分のギターのプレイっていうのを自分で探し出してほしいというか、独学で僕はずっと学んできたんですけども、それで好きなものを取り入れたりすれば、こうやっぱ誰の真似でもない自分のプレイスタイルっていうものが、確立できるんじゃないでしょうか。なのでね、いっぱいこう勉強してもらって、いっぱい練習して、ぜひバンドなどをね組んでもらって、そしていつか同じステージに立てたら、僕は嬉しく思います。それでは俺もまだまだ、未熟者ですが、一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ではまた。フレーズなんですけど、あれはちょいちょいこう小指が出てくるフレーズですね。僕が最初ギター持った時、小指でこう押さえるって無理じゃねえみたいな握力ないし、なんか指動かないしみたいな風に思ってたんですけど、なんかああいうこう準備運動的なフレーズで小指出るやつとかをなんか教えてもらってやってると、なんか小指も使えるようになってよかったなということから、ああいうものを用意しました。はい。楽器を始めた人に、僕から教えられることがあるとするならば、やっぱりバンドを組むのがいいんじゃないかなと思います。やっぱり一人でこう家で練習するのもいいんですけど、バンドやった方がやっぱり楽しいし、身になるし、なんかやっぱりバンドやりたくて楽器始めたんで、やっぱりそこに向かって頑張ってってもらいたいです。そしていつか、対バンドができたらいいなと思っております。それでは、一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。